毎週金曜日はウェザーニューズの気象予報士に聞くお天気箱です。今日もお話を聞くのは気象予報士の甲斐貴博さんです。甲斐さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。甲斐さん今日のテーマを教えてください。はい、まあ、梅の満開も近づいてもうすぐ春ということで、今日は春一番についてお伝えしたいと思います。でまず週間天気図から見ていきたいと思うんですが、あさって日曜日は高気圧が東へと遠ざかっていきそうなんですね。はい、そして大陸にある北にあるこの停滞前線がだんだんと南下していきそうなんです。月曜日から水曜日にかけてはこの低気圧それから前線が、まあ、九州を南下していく予想となっているんですね。まあ、この火曜日を中心に前線が最も近づく火曜日を中心に雨の量多くなる恐れがあるんですね。まあ、この時期としては大雨と言ってもいいような雨の降り方になりそうなので雨の降り方にはご注意ください。はい、またですねこの前線に向かって南からの暖かく湿った空気が流れ込んできますので、まあ、気温はですねかなり高くなりそうなんですよ。はい、そしてこの等圧線の間隔もかなり狭くなっていますよね。風も強まるということで、まあ来週はですね九州北部地方でも春一番の発表があるかもしれません。春一番は南風が強まった時に発表されるんですか？はい、そうですね、ただですね条件が結構細かくあるので見ていきたいと思うんですが、はい、九州北部地方の場合で見ていきますと、まず期間が立春から春分にかけてということになります。そして気圧配置は日本海に低気圧があること、そして気温が前日よりも高くなる、そして風向風速は、東南東から西南西で、まあ、7メートル以上の風が吹くというのが条件になるんですね。なるほど、はいはい、なのでこの条件に満たさない時は、まあ、春一番の発表がない年もあるんですね。うん、一方で、まあ、気象庁からの発表はないんですけども春2番春3番といったように、まあ、風の強まる時期が多い、うん、そういった年も実はあるということが言えるんですね。最近もあったんですか？はい、春一番がなかったという年も。そうですね、最近でもあったんですが、はい、10年間で見ると数的にはそんなにそんなにない、はい、ないということになりますね。春一番と聞くとこう穏やかな天気をイメージしてしまうんですけれども、はい、注意も必要ということですね。そうですね、荒れた天気になることが多いですので、はい、春一番という言葉を聞いたらですね注意が必要だと思ってください。はい、そもそも春一番で強い風ですもんね。そうですね、はいはい、風の強まりがメインだと思います。さあそして甲斐さん週末の天気を教えてください。はいはい、明日土曜日は、日中はですねほとんど雲もなくて快晴の空広がりそうです。今日は割と北風が冷たかったんですけども、明日は風も穏やかになってポカポカ陽気ということになりそうです。はい、あさって日曜日はだいたい晴れますけども夜ほど雲が出やすいと見ています。また最高気温は日曜日19度まで上がって4月上旬並みですね。春本番の暖かさとなりますけども、やはり朝と昼の温度差も大きくなりますので、この寒暖差にもご注意ください。明日もね最低気温は1度ですもんね。そうですね、明日は冷え込みが強まりそうですね。はい、では週間予報を見ていきましょう。はい、月曜日から木曜日にかけて雨マーク並んでいますね。先ほどもお伝えした通り風も強まって雨も火曜日を中心に強まるということで、季節外れの雨の量になる恐れもありますのでご注意ください。はい、そして最高気温を見ていきますと来週はですね平年より高い日が多くなりそうなんですね。来週はこの時期としては暖かく過ごしやすいと思いますけども、来週の金曜日天皇誕生日また最高気温11度ということで、まあ弱い寒の戻りということになりますので、この先見てもやはり気温変化大きくなりま す、 そうですね、はい、体調管理にもご注意ください。はい、ここまで甲斐さんのお天気箱でした。はい、甲斐さんありがとうございました。ありがとうございました。